朝、素晴らしい汗ですね。おはようございます。幼児と生理、かんきくんとこれから筋トレします。はい、今日もトレーニング終わって、幼児のトレーニングが今辛くて今背中痛いんですけど、無事終わったんで、これからみんなでシェイクシャックに行きます。シェイクシャックで食べましょう。さっきのメンバーと別れて、今スタジオ1、スタジオ1か、昔こっちの方に住んでて、ちょうどコロナが始まった頃にこっちの方に2020年1月にタイに3ヶ月間タイのモデルのエージェンシーと契約して、こっちの方に住んでたんですけど、あまり様子は変わりはないっすね。自分のモデル事務所に行って写真とか動画のアップデートをしに行ってきます。では、ここが僕が住んでたところですね。エリアマネジメントのシェアハウス、ここはモデルが住む部屋なんで、モデルが大体マックス全員で10人ぐらい、男女別で分かれてて、懐かしいなこの辺。僕のマネージャーたちです。アップデートのビデオと写真を中と外で本当20分ぐらい撮って終わりました。無事アップデートも終えたので、ちょっとご飯食べようかなって。ペプリソイさんっていう、そういう道があって、そこの道はもう本当にローカルの人たちが住んでて、美味しいご飯屋さんがあるので、そこに行ってみようかなと思います。ほぼ毎日この道通って、こういうモデルのオーディションとかこういうのあるんですよ。さっきやったテストシュートみたいにいろんなポーズを取って、そこから審査されて撮るって形で、僕はまだこういう仕事タイではまだしたことないですね。あとね、人通りと人通りもそうで交通量が多いです。バイクがクソみたいに多いんでね、アクソンって言っちゃいけない、すごく多いので。あった、やってるかな、うん、来ました。これが僕が大好きなガパオライス。昔より量が、米の量は変わんないんですけど、その量がめっちゃ少なくなって、甘いもの昔もっと入ってたんですよ。どうだよ、変わってないか。一番俺好きだわこれ。いや、美味しかった。もうペロって食べました。はあ、うまい。
でも味はすごい濃いです。でニンニクがすごいいっぱい入ってて、多分メンズにはもってこいかなと思います。女性だとやっぱり、ちょっとオイリーとかって言うんですけど、こういう屋台のご飯ってなかなか味わえないと思うんで、他のお店だとガパオって頼むとめちゃくちゃ辛いんで、あの辛いの苦手な方はノースパイシーとかやるとめちゃめちゃいいと思います。He's a Richie. Hey guys, my best friend. Yeah. Cool. うわ、すごい。今そのリーチの僕の大先輩なんですけど、年上の方の持ち家に来てるんですけど、部屋の中が全部ゴージャスですね。はい、おさ。天井が鬼高い。これ家賃いくら？すごい。It's cold? Oh, yeah, cool. Yeah, yeah, yeah. This looks like a recovery. Yeah, it's recovery. And there's a sauna hosting. Yeah, yeah, yeah. This is a hot bath. Nice. Yeah. I think.I will move here. 急遽、さっき買ったリーチっていう僕の、まだ会って2回目なんですけど、方とお会いして、彼が住んでるそのすごいデザイナーズのバージョンに来て、アンシャの施設内にジムがものすごく大きいのが1個と、ものすごくではないけどめちゃめちゃおしゃれで綺麗、もう香りも最高、もうなんか日本よりも住みやすいですね、このマンションというかコンドは、にサウナもついてる、水風呂もついてる、もう申し分がないですね。で今温泉使ってもう最高の気分なんで、お家に帰って、ゆっくり準備して、明日パーソナルがあるのでそれに備えてゆっくり休もうかなと思います。ちょっとでは皆さん、またアバイじゃない、またね。